皆さんこんにちは、ニールセレクトショップの玉江と言います。このニールチャンネルはね、新作の時計の紹介なんかをねさせてもらってるチャンネルなんですけれども、今日は G-SHOCK ですね。 G-SHOCK の皆さんご存知かもしれないですね、 G-SQUAD っていうね、ここにね心拍計測がついた自分の心拍とか、あとは血中酸素濃度とか、そういう健康データをログとして取れる G-SQUAD というシリーズです。で、新色今回出たんで、第1弾のねカラーリングも紹介できてなかったんで、一緒にこの6色ね紹介していこうと思ってます。で、まあ、G スクワットですけども、三振のクラシックなね、まあ、最近もクラシックウォッシュって言われたりするけど、機械式とかクォーズとかあるけど、三振の腕時計とでアプローチとかガーミンが代表的なものになるやろうけれども、いわゆるスマートウォッチね、スマホと連動しながらワークアウトに使えたりとか、それからライフログね、睡眠とか健康状態をしっかりこのモニターできるという意味での、まあ、スマートウォッチ、これが今二軸あるんですよ、腕時計業界って。ヘルスケアをこうメインにこう考える、まあ、スマートウォッチ、それからステータスとか視認性ですね、まあ、昔からいわゆる時計本来の時間がちゃんと分かる、で資産価値があるとか、まあ、機械式のロマンであるとか、まあ、そういう時計と、まあ、二軸今あるんですけれども、まあ、カシオさんの G-SHOCK っていうのはどちらかというと、最初はねクラシックウォッチの方に寄ってたけれども、カシオ計算機のデジタル時計の走りなんでね、いろんなモデルが出ましたよ。 GBA の800っていうねモデルからスタートしたんですけれども、それから私これ私物で愛用してましたけれども、 GBD の H1000 ですね、ここから H っていうのが入り出したのかな。こういうね大画面で実際走ったりとかした時のログも全部出るし、スピードとかそれからカロリーとかで、後ろにあのもちろん心拍計測ついてるから、これで心拍も計測しながら健康状態も測ることができると、まあ、この辺を経由しながら今最新版ここなんですよ、 DW の H5600 になります。これは結局どういうことかっていうと、もともとの G-SHOCK の進化の系譜あるじゃないですか。 DW5000 から始まったねこのスクエアケースですよ。それから DW5000 から始まった系譜が5600なんですよ。あのスピードっていう映画ね、ちょっともう最近の若い方ご存じないかもしれないですけども、スピードっていう映画でキアヌ・リーブスが実際につけて映画に出てた、これでスピードモデルってことでめちゃめちゃもう一世風靡したシリーズなんですよね、 DW5000。 今あのフルメタルシリーズっていうことで、シルバーとかゴールドとか、まあ、他にカーボンとかもありますよね、 GMW の B5000 とか、こういうまあフルメタルのシリーズ、今5000シリーズのスクエアのケースの系譜がずっとこう連綿とつながっているというね、これまあいわゆる本当にこの DNA なんですよね、カシオさんの G-SHOCK のね、最初に作られた時からこんな形してたよという、この G-SHOCK の DNA と最新の G-SHOCK がとうとう一緒になったっていうのがこれなんですよ。長いこと説明したけど、だからまあこういったね途中に開発されたモデルもつなぎながら最後ここ来たぞと、これも結構分厚いしね重たかったんですよ。とうとうこのDW5600 の若干分厚いですよ、それはだって心拍計測機器入ってるからね、 17.4 かな。通常の DW5600、 これただのデジタル時計の DW5600 は 13.4 ミリやから、4ミリ分厚くはなってる、突起部分全部入れたらね。だけどここまで薄くできたというのが、まあ今の G スクワットのいわゆる最新バージョンですよね。アクティビティが5600シリーズで記録できるのは、まず走ることね、ランニング、それからウォーキングで、ジムのトレーニングね、ジムのワークアウトでインターバルトレーニング、この4つになります。例えばガーミンとかやったら、ありとあらゆるスポーツに対応しとるんですよ、ほぼほぼね、スキーとかヨットとかね、いろんなスポーツに対応できてるんやけれども、まあ、この5600っていうのは、まあ実際にほとんどの人が使うであろうラン、それからウォーキング、ジムとか、そういうところにまあ特化することで、シンプルにしとるんですよね。まあ、カシオの G-SHOCK はどちらかというと、シンプルイズベストみたいな世界で来てるから、まあ、そこがやっぱりこの製品改正に生かされてるっていうところでね、当然ながらスマホとリンクするから、例えばメール来ました、LINE 来ました、でも全部表示されます。こんなちっちゃい液晶やけれども、4行ぐらいは表示されるから、ほぼほぼ LINE とかでも大体内容わかるし、電話鳴った時もこっちに着信あったよっていうのが全部わかるんでね、カバンの中にスマホ入れてても手元で電話鳴ったことも LINE が来たこともメールが来たことも全部確認できると。心拍計測する、血中酸素濃度計測する、それからナイトリカバリーですよね、夜の間もつけておくことで昼の疲れがどのくらい癒されたか、眠りの中でっていうことがちゃんと分かるようになっていると。で、それがこの液晶の情報だけじゃなくて、ストックした情報はスマホのアプリの方でね分析して見ることができるんで、日々どういう風な感じでトレーニングしてるとか、ナイトリカバリーで昼間の疲労が
夜にどのぐらい回復されてるよとか、血中酸素濃度がどんな風に変化してるよとかっていうのが、まあ、心拍ももちろんね見れることができます。いわゆる心拍計測、それからライフログでフィットネスであるとかヘルスね、健康状態を管理するという、まあこれのパイオニアのね、ホラールっていう会社の、まあこれホラールってうちでも音計取り扱いさせてもらってますけども、ホラールもめちゃめちゃ老舗なんですよ。そこのカテゴリーではガンミよりも全然古いんですよ。もう50年やってはるんで、そのホラールのエレクトロニクス、まあ技術を使っとるわけなんですよね。 G-SHOCK やけれどもライフログとかフィットネスとかヘルスケアの部分はホラールの技術をドッキングしてると、まあ、いいとこ取りですよね。ハイブリッドな感じ、カシオさんの G-SHOCK、 それからポラールのヘルスケアを一緒にして、でこの G スクワットができてるっていうふうに考えられるので、やっぱりこれからの時代はそうやってね、いいとこ取りをしていくってすごく大事なことなんちゃうかなと思うんで、私も日本人ですけど、日本人とか日本のメーカーの感覚って何でも自前で全部やってしまう方がいいようなとこもあるじゃないですか。マニファクチュールってまさにそうやけど、部品の一つ一つまでこだわって自分たちで作って、それを組み合わせアッセンブリも自分たちの会社でやって、で出てきましたよっていうこの製品はもうマニファクチュールですわと。これもええんですよ、これも一つの価値観としてすごくいいんだけど、 OS も開発進んでいくじゃないですか。 iPhone とか Android とかもあったりとかして、そっちも開発進んでいくと、合わせていかなあかんで、これ本当にあの日進月歩、去年の技術がもう今年は古くなっちゃうみたいな時代やから、そこの開発はそこのプロに任せるというか、プロが開発したものをインストールして自分たちの強みとドッキングして出すって、これはやっぱりカシオさんさすがやなというふうに私はね、G スクワード見て思いましたけれども、そんな開発人がね心血注いで作った H5600 ですね。メタルのベゼルと樹脂のベゼルがあるんですけれども、メタルのベゼル、こちらとこちらか、ブラックとねグレー、これ新色のグレーありますけれども、若干メタルベゼルの方がちょっと重たいです。タウンユースに向いてるかなというような形のね、ちょっとこうキラッとメタルが輝くようなデザインもありますよっていうことですね。液晶にはね MAP 液晶っていうのを使ってるんで、すごく詳細ですね。白黒ですよ、カラーちゃいますけど白黒やけど、十分さっき言ってた4行で表示されるラインとかの、あの文章ちゃんと読めるし、ウォッチフェイスは3パターンあるんですけど、結構リッチなコンテンツのウォッチフェイスにしても字の大きさがね小さくてもしっかり見えることができるんで、まあなかなか液晶技術も進化してるなというところではありますよね。で、素材ですよね。この樹脂っぽい素材、これまあバイオマスプラスチックって言うんですけど、トウモロコシを原料にしたね、これこのままポイって捨てられても自然環境をまあ汚さず土に帰りますよっていうね、今もすごい大事ですよね。どんなそのものづくりでも環境破壊するようなことしたらあかんぞっていうのは、まあ世界的にね SDGs っていうのかな、メーカーさんすごくそこに注力していて、今出てくる G ショックほとんどバイオマスプラスチックじゃないかな、環境にも優しい素材を使ってますよっていうところですね。はい、お値段ですね、ベゼルのね素材で変わりますけれども、外側の4つね、外側の4つはベゼルが樹脂ですのバージョンに関してはメーカー希望小売価格は 41,800 円で、ニールはそれを 37,620 円、ちょっとお安くさせてもらってます。でメタルの方はメーカー希望小売価格 44,000 円、これをニールでは 39,600 円ですね、お安くさせてもらってます。4万円切ってくるお値段で買えるっていうところもすごく魅力やと思うんですよ。もうちょっとしますよね、ガーミンとかね、4万円切る価格で自食なんですよ、なんせ本当にこれはすごくお買い得なモデルだと思います。私もね一つあの私物でね持ってるんですよ、 G スクワット。軽いしね、普段使いめちゃめちゃいいんですよ。パッてつけてパッて出かけれると、カジュアルなスタイルにすごく合うし、ジャケパンなんかって十分いけますよね。これ全然綺麗につけれると思うんで、昼もつけやすい、夜もつけやすい。申し訳ないけど前のこの H1000 これってでかいから、これつけて寝るじゃちょっと考えにくい感じだったんですよ。走る時もねやっぱちょっと重たいからええんですよ、 G-SHOCK つけて走るっていう感じで全然ええねんけど、ちょっとでかいし重いなみたいなのは正直ありました。特に長い距離走る時なんかは、また自分の体の遠いところにあるね、腕とかにとか足首とか、いわゆるシューズもそうやね、そういうところに重たいもん持って走るのですごく大変じゃないですか。腰になんかあったりするのはええよ、末端はできれば軽くしておきたい。こんだけちっちゃなって昼も夜もつけやすいと、軽いしね、すごく進化してきたなというところですよね。ではですね、色味もねいろいろ見ていただきたいし、ベゼルの感じも見ていただきたいんで、ちょっと拡大したねあの映像をお届けしたいと思います。では詳細をね一緒に見ていきたいと思いますけれども、
まずこちらマットのグレーのカラーリングとベゼルがメタルですね。ヒンマ DW の H5600MB メタルベゼルっていうね MB がついてます。 H5600MB の 8JR ですね。メタルベゼルがついてることで結構タウンユースで使いやすくなってるなというのをすごく感じます。ベゼルが樹脂の分とメタルの分と両方合わせてますけれども、綺麗めな感じがねちょっと入りますよね。これスポーティーな感じはねやっぱりウレタンのスポーティーですけれども、左下これメニューボタンになりますけど、ここにアクセントのカラーリング、これ全モデルね同じようにカラーリングついてます。メニューボタンこれですよって分かりやすくしてますよね。右上のボタンはライトですね。バックライトが光るようになってます。右上のボタンはバックライトしか機能ないので、それもすごい分かりやすいですよね。力そう思ったら右上を押したらいいと。で液晶がすごい綺麗なね液晶やという話先ほどもさせてもらいましたけれども、見やすいですよね。アクティビティするときは左上ボタンを押してもらったらこのランニングから始まってウォーキングね、それからジムでインターバルね、トレーニングというのができます。おうちペースもいろいろ変えれますけれども、あとはこうメール確認したりとか心拍いろいろね機能がありますよと。専用のアプリ入れてもらってウォッチ登録してもらったら説明書そこから見れるようになってるんですよ。今説明書同封しないんですけど、これも紙をねあんまり使わないようにしていこうということでそういうふうになってますけど、すごく分かりやすいんでアプリ使って実際いろいろ動かしてみてもらったらいいかなというふうに思いますね。裏面こちらポラール製のね心拍計測ついてます。でこれが充電やねパカチョって挟むようなね充電器、一緒に付属でついてきますんで、それをパカってはめると充電することができます。ケースサイズがね横が 44mm、 厚みね 4mm 厚くなったって話しましたけれども 17.4mm ですね。で重さがメタルベゼルが 65g ですね。メタルベゼルじゃないと 59g になりますんで、 6g ぐらいメタルのがちょっと重たくなってるってことかな。バンドのこの穴のピッチねすごく細かいんですよ。スポーツするときに使うからねフィット感をすごく重視してるってことですよね。通常使うときよりも例えば走るときとかちょっと詰めたピッチでつけたいですよね。だからそういうときのために結構ピッチ細かく入れてます。こういうところの心遣いすごいいいなというふうにいつも思いますけど、ここのねポツポツついてるやつね、これ初代のデザイン踏襲してますよね。フルメタルなんかもみんなこの同じデザインになってますんで、5000から5600っていうのはこのデザインが連綿と受け継がれてるって感じですよね。こちらグレーのカラーリングのメタルベゼルになります。つけてみたらこんな感じですね。ビジネスユースでも全然いける感じですよね。いかがですか。ちょっと綺麗な感じになりますよね。やっぱり光の入った時のねメタルが輝く様がキラッとして、ここが綺麗めを感じるね。ちょっとドレッシーというかラグジュアリー感がポンとプラスされるような感じですね。続きまして新色ですね。ブラックに、ブルーの、ね、アクセントが入ってる分ですね。 DW の H5600 の 1A2JR ですね。ベゼルも樹脂になってますんで、ブルーのアクセントがねカシオらしいちょっとオシアナスブルーを、ね、連想させるようなカラーリングで、これも人気出ると思いますね。この樹脂の部分はマットじゃなくてちょっと光沢のある感じ、これだけでちょっと高級感出ますよね。この感じの光沢感のこれ今回初めて出ました、この G スクワットでは。なのでこれはなかなか人気出るなというふうに私は思ってますけども、他の機能はねほとんどさっきのやつと一緒なんで、アクセントはやっぱブルー入ってますね。こちらブラックとブルーのモデルになりますね。つけてみたらこんな感じですね。このねちょっとキラッとしたねバンドとケースの感じがいいですよね。カシオさんといえばブルーというねオシアナスのイメージになるけど、ブルーというといかがでしょう。しっくりきますね。そしてなんといってもこのホワイトカラーですよね。新色のホワイトカラーです。このカラーリングが出たことでね結構女性の方もつけやすくなったなというふうに思いますね。アクセントもホワイト入ってますね。すごくいいと思いますよ。だいたいやっぱブラックのカラーリングはね G-SHOCK というと多いですけれども、ホワイトカラーやとねファッションのねアクセントにもなるし、すごく綺麗ですね。裏蓋同じような感じね、ハートレートモニターついてます。つけるとこういう感じになりますね。ホワイトカラーすごいね、パッと際立ちますね。綺麗ですねホワイトっていうのは。どんな服にでもねパッとアクセントとしてこんな綺麗なねホワイト入ってたら目引きますよね。だいたいやっぱ G-SHOCK といえば黒がメインになってくるけど、白目は外されへんなっていう感じしますね。綺麗、テンション上がりそうですね。
はい、こちらはもともと販売されていたカラーリングになりますけれども、ご紹介していきます。こちらブラックですね。ブラックにオレンジのちょっとアクセントのね文字の色になってますけれども、 TWH5600 の 1JR ですね。こちらモデルもねアクセントのちょっとオレンジ色かな、メニューのボタンがちょっと色が違うと。オーソドックスなね、これがまあいわゆる15600それから5000を踏襲しているねカラーリングなのかなというふうに思いますね。ブラックにレッドっていうのがね最初の時のカラーリングですけども、一番近いカラーリングですね。ケースもバンドもマット仕上げですね。バイオマスプラスチックを使ったこのピッチの細かいバンドを使ってます。これは新色と全く一緒ですね。つけてみたらこんな感じですね。ザ・ G-SHOCK って感じで、これもう G-SHOCK にしか見えへんけど、なんと心拍も計測してるっていうね、そこがいいね。それを楽しんでいただきたいなと思いますね。続いてブラックのメタルベゼルですね。 GWH5600MB の 1JR です。同じくブラックカラーなんですけれども、メタルにこのガンメタっぽいカラーリングのメタル持ってきてるのかな。メタルのベゼル入ることでグッとね引き締まって、タウンユースがほんま使いやすくなるなっていう感じですね。同じブラックカラーですよ。やけどメタルと樹脂でこんだけ顔の感じが変わるってことですよね。見聞きも広くなるような感じしますよね、メタルベゼルやと。スポーティーな感じと、まあちょっとタウンユースにも使いやすいようなドレッシーさがちょっと入った感じ、メタルベゼルになります。こちらも同じようにねアクセントカラーのちょっとボタンのカラー変えてますね、メニューボタンだけね。こちらメタルベゼルのブラックカラーになります。つけるとこういう感じになりますね。スポーティーさだけじゃなくてね、ちょっとラグジュアリー感が入る。これです。4万切ってますからね、ものすごくお買い得やなと思うんですよ。私はいかがでしょう、メタルベゼルね、私個人的なおすすめですね。そして何と言うんかな、これブルーグリーンとでも言うんだろうかね、これね G-SHOCK だね。そんな珍しいカラーではないですけれども、 H5600 の 2JR ですね。一応カラーコードネーム的にはブルーですね。これはちょっとグリーンが入った感じ でマットなね質感とすごくマッチしますよね。このカラーは奇抜なカラーリングやけど、 G-SHOCK やったら全然許されるというか、全然これでつけててもね全く奇抜を感じない、そんなカラーリングですよね。ミニボタンでもちょっとカラー変わってますね。このカラーやとやっぱりベゼルはこのマットな感じのままの方がいいですよね。つきやすそうですね、これもね。液晶がすごい見やすいですね、やっぱり。これもやっぱりずっとこのね、液晶やってきたカシオ計算機ならではのね、仕事なんやろうなと思いますね。つけてみたらこんな感じですね。この間ね、こんなカラーのね、スバルの車見かけましたけど、すごくかっこいいなと思いましたね。このカラーはすごくいいですよね。ファッションアイテムとしてね、一つアクセントっぽいカラーとしても重宝するんちゃうかな。黒もいいけど、黒の時計他に持ってんのやったら、さっき紹介したホワイトとか、こういうカラー一つあるとテンション上がりますよね。はい、いかがだったでしょうか。6色ありますんでね、今、前はね、この後ろ3色、それと売り切れになっちゃって廃盤になっちゃったけど、この青とね、4色展開やったんですけど、今はこの3色と、この白のがすごくいいですよね、可愛らしい、女性も使いやすいかな。この前のね3色、これが新色ですの6色展開になってるんで、結構その選びやすくなったかなと思います。 G-SHOCK の中によく使う機能のスマートウォッチ的な機能を入れたというところですね。心拍、血中酸素濃度、それからナイトリカバリーね、この3つはすごくいわゆるこの健康をモニターする上で大事ですよね。それからランニングとウォーキングとジムのアクティビティ、インターバルトレーニングと、この4つの機能を持ってますよってことですね。アクティビティに関してはまあ十分じゃないですか、ほとんどの方にとっては。でタフソーラーもついてるんで、で専用のコードを使って充電するんですけど、まあ、タフソーラーついてるとはいえ、アクティビティ結構やるとやっぱり消耗早いです。なので、まあ、ちょいちょい充電してあげた方がいいかなと。1週間に1回ぐらいかな、まあ、充電してあげた方がいいような感じですね。まあ、急速充電できるんで、そんなに心配せずとも 1,2 時間ポイってつけとけば全然充電できるんで、という感じになってますね。ぜひぜひご検討いただきたいと思う。手軽にね、買っていただきたい。タウンユースでめちゃめちゃつきやすいと思うんで、アウトドアでもね、一本軽い気持ちでお持ちいただけるお値段かなと思うんで、ぜひご検討ください。
はい、こちらの G スクワットについてのねご質問とかご感想とか、それからまあ全体このねニールチャンネル全体に対するご感想、それからご要望みたいなのもねもしありましたらコメント欄にお書き込みください。目を通してねいつもあの返信させてもらってます。高評価ボタンとチャンネル登録もお願いさせてもらってます。ぜひねもうそろそろ1万人いくかなぐらいのねチャンネル登録者数いただいてます。ありがとうございます。本当にでこれからも新しいお時計とかねどんどん皆さんに紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画はねここまでになります。またあの G-SHOCK も含めてねいろんな新作動画あのアップしていきますんでよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。そう喋ったけど大丈夫かな。